女子日本代表、なでしこジャパンの MF ハゼマドカ、29が20日、今月18日に一般男性と結婚したことと今季まで所属したなでしこリーグの伊賀からマイナビ仙台に移籍することをダブルで電撃発表した。選手登録上の名前はハゼ、は字のままで、現世については本人の希望により非公表。愛知県出身のハゼは清和学園高から否く神戸入りし、伊賀へ移籍。今年なでしこジャパンに初選出され、今月の E1 選手権、旧東アジア杯にも出場した。仙台を通じ、高校3年間を過ごした仙台で、再びプレーできることをとても嬉しく思います。早くチームに馴染み、自分らしいプレーで勝利に貢献できるように努力しますと移籍を報告したハゼは、また、私事ではありますが、おとといに一般男性と入籍しましたことを報告いたします。このタイミングで入籍した理由は、結婚後は家庭に入るという概念にとらわれず、夫婦で協力すれば女性アスリートが夢を追い続けられるということを証明したかったからです。一人でも多くの女性がさらに輝ける世の中になるよう貢献していければと考えています。これからは、自分だけでなく家族のためにも頑張っていきますので応援よろしくお願いしますと決意を語った。